カブすきじゃけチャンネル。はい、どうも、カブすきじゃけチャンネルです。今回の動画ですが、二俣選手試合化登録へということで、試合化登録されることが決まりました二俣選手について動画まとめてみました。この動画を見れば二俣選手の特徴であったり、フェニックスリーグ2軍成績が分かり、どんな特徴を持つ選手なのか、何を期待すればいいのかが分かるかと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルはカープに関する動画多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは動画に参りましょう。早速ですが、二俣選手が支配下契約ということで、11月13日のデイリースポーツより引用してます。広島は13日、育成選手の二俣翔一内野手を支配下選手登録すると発表した。背番号は121から99に変更となった。二俣選手は1年目からやってやるという気持ちでやってきた。1、2年目と怪我が多くて、チャンスを多くいただきながら結果を出せなかったけど、今年の最後の最後で支配下になれた。来年3年目からはチームに貢献できるようにやっていきたいと思います。というふうな報道がありました。ですのでね、二俣選手が無事2022年度中にカープの支配下契約を勝ち取ったということになります。もともとね、入団の時から注目されていたという選手ではありましたが、2年目終了時の試合化契約勝ち取ったというところで、非常にね、嬉しいニュースになったんじゃないかなというふうに思います。そんな二俣選手についてまとめてみました。まず、プロフィールですが、出身地は静岡県。静岡県といえばね、サッカー王国ということで、サッカーが有名なんですけど、実はこの二俣選手もですね、サッカーが得意なようで、リフティングなんかは300回超えてできるといったような情報も見ました。誕生日ですが、2002年10月21日生まれ、なので20歳の選手です。身長体重は180センチ75キロ。こちらですね、今シーズン始まる前の公表のものになっていますので、もしかしたらね、シーズンを通して体重なんかは一回りとかも大きくなってるということもね、考えられます。で、右投げ右打ちで、ポジションはサードとキャッチャーという選手になっています。続いて経歴と特徴ですが、磐田東高校から2020年の育成ドラフト1位で広島カープに入団しました。キャッチャーとしてカープに入団しましたが、入団2年目となる2022年シーズンからサードへ転向ということになってます。やっぱりね、カープでは坂倉選手であったり、中村奨成選手とか、前澤選手とか、いったね、キャッチャーが多くいるということもありましたので、まずはね、バッティングを生かしてスタメンを取れるサードに転向したということになっています。通算は21本塁打で、東出コーチがですね、二俣選手が1年目の時にですね、高卒の右打者であれだけ完成度の高いスイングをする選手はなかなかいない、俺がこれまで見てきた中では相澤、鈴木誠也以来というふうに語っておりまして、1年目からね、非常に首脳陣やスカウトの評価が高かったということになってます。あのね、鈴木誠也選手であったり、まあ1軍でも活躍したというね、相澤選手と並べて、高卒の右打者で完成度が高いというふうにね、評されていますので、これはね、もうかなりセンスがあるということが1年目から話題となっていた選手になります。そんな二俣選手が支配下を勝ち取ったということで、まずはですね、直近のフェニックスリーグでの成績まとめています。こちらね、フェニックスリーグに関する動画でも毎回まとめていたので、そちらも確認いただければと思いますが、チームトップの64打席もらいまして、打率2割7分4厘というふうにね、しっかりと結果を残しています。で、ホームランも2本打ってますし、ツーベース3塁打も打ってるというところで、まあ、長打力があるというところなので、このね、最後長打力を表す指標であります ISOPが2割1分というふうに高くなって、自身のね、持ち味っていうのをね、このフェニックスリーグで存分に発揮できたかなというふうに思います。一方で三振率と BBK に関してはまだ三振が多くてフォアボールが少ないというところでね、まあちょっとね、弱点はあるという選手にはなっていますが、まあ自分のね、持ち味をしっかりと発揮できたという意味で、フェニックスリーグでは素晴らしいね、アピールできていたかなと思います。続いて、これまでのプロ入り後の2軍成績まとめています。まず上が1年目、2021年の成績になります。1年目からですね、2軍では133打数に立ちまして、ホームランを4本打っているというような結果を残しています。ですので、まあ、この年からね、ISOP も
まあそこまで高くはないんですけど、まあ高卒の1年目にしては高いと思われる1割4分2厘を記録していました。そして今年2022年なんですけど、今シーズンはですね、3月にコンディション不良がありました。ですので3月はね、1軍のキャンプにも帯同してオープン戦にも出ていたんですけど、残念ながら途中離脱ということになりました。しかもね、また夏頃ですね、コロナ感染があったということで2軍での試合数も限られたというところで、62試合の出場で打数は199打数というところになっていますが、打率2割4分6厘ということで、1年目のね2割1分8厘から大幅にアップして、プロのボールにも慣れてきたというところがわかるんじゃないかなと思います。でさらに BBK もですね、こちらも、1年目は1割飛んで7厘だったんですけど、2年目は2割1分7厘になったというところで、まあ、三振が減ってフォアボールが増やしたというふうに、打席のねアプローチも改善されたということになってます。まあ、こちらねちょっと残念ながらフェニックスでは悪かったんですけど、まあ、シーズンで見れば、今年はそこのアプローチっていった面でも改善できていたというところになります。というわけでですね、二俣選手ですが、フェニックスリーグでのねやっぱりアピールが成功したのが支配下登録につながったかなと思います。右のサードというのはね、カープが最も欲しいポジションで役割の選手だと思います。もう長年右のサードというのはカープ出てきてないので、日本人選手で出てきてほしいというところではあります。でフェニックスリーグで出場試合数がね一番多かったというところであって、あるところからね、まあ、期待値が高い選手だということはわかるかと思いますし、まあ、そんな中でねしっかりと打率も2割後半残してますし、 ISOP も高いというところで自分のね持ち味をアピールして結果を残しました。で今年から挑戦しているサードの守備なんですけど、まあ、ここもねそこまで大きな問題はないかなと思います。まあ、守備範囲とかの問題はあるかもしれないんですけど、スローイングとかはね、特に問題はないかなと思います。でバッティングですが、まだね三振が多いというところで荒削りな面もあるんですけど、まあ、長打力とかセンスといったところでね魅力が十分あるので、まあ一軍でね本当見たいなと思います。で下ではね、今シーズンドラフト2位で内田選手を指名したので、まあ来シーズンからは2軍でもし勝負するとなったら、まあこの内田選手とサードを争うということにもなるかもしれないので、まあ2人ともね年齢近くていいもの持ってる若手ということになるので、まあ2人でサード争って切磋琢磨して大きく育ってほしいと思いますし、まあねどちらかがねいいアピールできればまた1軍でもね見たいと思いますし、まあ特にね二俣選手は高卒3年目になるというところで、まあ一つね高卒3年目で結果を残すというのが、まあスター選手になる一つの区切りだというふうに思いますので、まあ来年一軍でまずはね打席立ってしっかりと結果を残してくれたら面白くなるんじゃないかなというふうに思ってます。ですので二俣選手なんですけど、やっぱり長打が放てる期待の若手右バッターというふうに考えていいんじゃないですかね。今回の支配下登録契約をねまた気にして、来シーズンからね持ち味のバッティングで思いっきりアピールして開幕一軍も目指してほしいなというふうに思います。続いてこちらにはこれまでカープで支配下を勝ち取った選手たちまとめています。現在のね現役選手を見ますと、藤井レイラ投手、大森選手、持丸選手、そこに二俣選手が加わって、現役4人の選手が育成上がりの支配下契約選手ということになってます。通算で見ますと球団8人目の育成上がり選手になったというところになってます。近年のね育成上がりの選手、藤井レイラ投手や大森選手なんかに関してはね、まあ、一軍でも活躍するという場面も見られていますので、まあ、そこにね、持丸選手であったり二俣選手も続いて一軍でも活躍してくれたらいいなというふうに思います。またこちらには現在のカープの育成契約選手まとめてます。この中から二俣選手が試合下になったというところで、現在の育成選手というのは6人になってます。ここに来シーズン3人の育成契約選手が加わるということになるので、またその中でね試合下を争うということになります。で次に試合下を勝ち取りそうな選手は誰かというのをね、まあ予想をね左の方にも載せているんですけど、またね別の動画でじっくり予想していきたいと思います。というわけで今回はですね、フェニックスリーグでしっかりと結果を残した二俣選手が試合下登録を勝ち取ったということになりますので、まあ、他の選手もね、来年からのキャンプオープン戦、2軍の公式戦、フェニックスリーグというふうにね、しっかりと結果を残せば、こういうふうに試合下勝ち取れるので、またここもね、サバイバルですけど、競争して試合下を勝ち取る選手、また出てきてくれたら嬉しいなというふうに思います。最後にまとめですが、開幕1軍を目指すというふうに二俣選手語っていました。これでデビッドソン獲得報道というところに続いて、サードの右打者がね試合が登録されることになりました。カープのね補強ポイントであるサードの右打者、
候補というのが、続々と出てきていますので、この中からね、一人でもスタメンを勝ち取ってほしいなというふうに思いますし、まあ、このね、堂林選手や上本選手とか、林選手もね、負けじと頑張ってほしいと思います。で、フェニックスリーグでは二股選手、本当にね、バッティング、打力の高さ、長打力がアピールできたと思うので、今後もね、どんどんそこの持ち味をアピールしてほしいと思います。で、一方でアプローチ面ではね、まだまだ改善が必要ということで、三振もね、非常に多かったですし、フォアボールも少ないというところで、KBB も悪くなっていました。ただね、2軍の公式戦で見れば、そこは改善されていたということもありますので、またね、そのアプローチを改善してほしいと思います。フェニックスリーグとかはね、まだまだ思い切り振っていくっていうところで、三振が多くなっちゃっていたというところもあると思うんですけど、まあね、上で活躍するには、ボールを見極めるっていう能力も非常に重要になってくるかなと思いますので、そこのね、アプローチ面っていうのも改善してほしいなと思うふうに思います。で、来春のキャンプも一軍に呼ばれると思いますし、オープン戦でね、また一軍のピッチャー対戦すると思います。そこでね、しっかりと結果を残すことができればね、一軍でも通用するんじゃないかなというふうに考えられますので、一軍で見たいというふうに思います。ですのでね、キャンプオープン戦でしっかりと結果を残してほしいと思います。試合が1年目となる来シーズンからですね、もう1軍でバリバリ活躍してほしいというふうに思いますので、1軍でね、二股選手のバッティング、長打力っていうのを見たいと思いますので、なんとかまた頑張ってほしいなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。二股選手の試合化登録という非常に嬉しいニュースが飛び込んできました。1軍の舞台でもあのバッティングを見せてほしいなというふうに思うので、期待したいと思います。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガツガツガツ、カープ頑張れ。